あなたの心にパープル&ガガガガールだ。どうも、空蔵です。はい、こんばんは。昨日年が変わるタイミングでアンアンアンっていう声が聞こえてきて、上映の鐘が全く聞こえなかった空蔵でございます。2023でもね、こんな感じで下ネタフルスロットルでいこうと思うんで、皆さんよろしくお願いします。下ネタは世界を救うんで、 NBA 関係なくてもバンバン行っちゃうよ。まあ、そんな感じです。早速今日もトレーラー動画7本目上げたいと思います。皆さんいつもありがとうございます。全チームやりたいので、本動画もチャンネル登録高評価の方ぜひよろしくお願いします。それでは煽りから入っていきましょう。シクサーズちゃんよ、シクサーズちゃんよ。まあ、5位ってのはちょっとどうなのかな。悪くはないよ、今まで紹介したチームよりかはね。ただその見事な豪華なロスター、どうなってんの。ぶっちゃけトレードしようと思ったけど、なんかみんないい選手すぎてどうしようか迷っちゃったよ。でも5位、あれ、ファーストラウンドでホームコートアドバンテージ、このままだともらえないよ。せめてね、4位とか3位に行きたいよねっていうのと、キャバリアさん、まあ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 、補強大成功というとこですかね。ドノバン・ミッチェルめちゃめちゃ活躍してて。まあ4位上等じゃないですか。昨シーズンからだいぶ順位上げておりますよ。ただこのままだと、バックス、ネッツ、セルティックス相手に、優位を保てるかどうか、微妙かもしれない。二人とも、まとめて俺に任しときな。はい、というわけで、だんだん強いチームが余ってきたんでね、あんま煽れてないとは思うんですけど、もうね、めっちゃ強いかめっちゃ弱いチームしか残ってないもんで、こんなんで許してください。あと、この2チームは別にさっき言った通り、そんなに調子が悪いわけではないんで、補強ポイントが結構2チームとも明確なんですね。なんで、今までやってきたこう複雑回帰なトレードっていうよりかは、ピンポイントな補強をして、スッキリみたいな形で終わると思います。そんなに複雑ではないです。ご了承ください。じゃあまず、シクサーズからですね。もうこの補強ポイントはただ一つ明確ですね。エンビードの控えセンターが欲しいです。もちろん、モントレズ・ハレルさん、最近ミニッツもらえて頑張ってるんですけど、やっぱりどうにもリバースの信頼が薄いっていうのと、なんかリバースとの相性が悪いんかな。もともとクリッパーズでやってたんだけど、もっとプレータイム上げてもいいかなと思うんだけど、エンビード出しすぎちゃう。もうドックリバースの悪い癖なんだけど、そうだね、課題点はまあドックリバースでもあるんだけど、ちょっとここでもっとエンビードの控えのセンターをもう一人ぐらいいないと、ハレルが怪我した時とか悲惨なことになるんで、ポール・リードは確かにいるけど、もう一枚ディフェンシブセンターが欲しいよねっていうところ。で、今、シクサーズが抱える課題点としては、なんか、ハーデンがロケツ戻るかもみたいな報道なされてたけど、あれは多分フェイクニュースだね。多分クリック稼ぎなんで、俺はそれを信じなかった上での話なんだけど、今年、もし、ダメだった場合、トバイアス・ハリスの契約があと2年残ってるんで、ちょっとそろそろハリスを変えないとどうにもならないよねってところで、ワンチャン、そのセンターがどうこうっていうさっきの前に、ハリスをアップグレードないし、契約の軽い選手に変える動きっていうのがあるかもしれません。まあ、あと、シクサーズはね、ドクリバスどうすんだって話だけど、トレードの中に含められないんで、はい、ないです。はい。というわけで、トレード早速いきましょう。あなたのハートにゲーゲンプレス。まず最初のトレードはこちら、ブルズのアンドレ・ドラモンドをもらうっていうトレードですね。まあ、昨年ね、ドラモンドいたってところで、シクサーズのフィットっていうところは間違いないんですけど、ちょっとね、シクサーズのダニエル・ハウス・ジュニアを出すっていうだけだと、ブルズ的には別にいるっていうセンスじゃないんで、まあ、2巡目指名権つけていいかなっていう感じかな。そんなにね、大それたトレードじゃないんで、中身的にはこんな感じで、次早速いきましょう。で、お次がこちらのトレードですね。すいません、これちょっと複雑なトレードになって申し訳ないんですけど、まずシクサーズから行くと、ニクスからローズ、ホークスからジョン・コリンズを取るっていうトレードですね。どういう目線かっていうと、まず、これみんなやってほしいんだけど、トバイアス・ハリスって、マジでトレードできない。これびっくりした。ハリスってさ、そんな悪い選手じゃないんだけど、金額が高すぎて、一定以上のスター選手とかじゃないと交換できないの。だからいかにトバイス・ハリスがスターじゃないのに、こんなもらってるかっていうのが分かるっていうトレードなんだよね。まあ、そのハリスを処理できるっていうのと代わりに、ローズ2年契約で安いっていうところ。まあ、ローズもね、全然活躍はできると思います。で、ジョン・コリンズね、ちょっと契約長いのが難点だから、ここはもしかしたらシクサーズ指名権調節してもらってもいいかもね、2巡目とか。で、ただジョン・コリンズって、そのハリスほど契約、単年だとハリスよりは安いし、で、かつね、ディフェンスもいい。トバイス・ハリスよりさ、身長はあるからさ、ディムプロットもある程度できるってところで、エンビートのサポートもできるし、センター、スモールセンターもできるから、まあ、ハレルより全然身長高いからね、スモールセンター全然できると思うんで、エンビードの負担を軽くできるっていう要因かな。で、ホークス目線でいくと、まあ、まずちょっとジョン・コリンズの契約長すぎ問題なんで、ある程度年数の短いハリスに変えるよっていうのと、まあ、そもそもね、あんまり20分程度しか出てないジョン・コリンズをあのまま4年残しておくっていうよりかは、そこまでジョン・コリンズにポテンシャルはないけど、即戦力であるトバイス・ハリスに変えた方が、まあ、来年なんとかできるかもねっていう感じの意図ですね。で、オビトッピンは正直サラリー合わせの意味が強いんですよ。まあ、あとね、ジョン・コリンズと同じパワーフォワードっていうところで、オビトッピン多少穴埋めにもなるかなと思って取ってます。で、ニックスなんだけど、これちょっと難しくて、なんでニックスを入れたかっていうと、そのデリック・ローズとか正直動かしたくなかったの。そんないらないだろうなと思ったから。ただ、このトレードマジ3チーム絡めないと、本当に成立しないなと思ったんで、ニックスはちょっとしょうがなく入れてる感じはあります。ただね、デリック・ローズと、まあ、オビトピンちょっと痛いけどね、ポテンシャルあるからさ。けど、もう、ジュリアス・ランドルと併用できないって分かったじゃん。今は戦力化できないっていうところだったら、勝ちに行くために、ボクダノビッチっていうシューターを獲得するっていうところが、全然、
この間話したニックスのトレード事情とかも含めるとめちゃめちゃいいんじゃないかなと思います。ちょっとねニックスが損してるかな、オビトッピン惜しいよねっていうところもあるから、もしかしたら2巡目くらいもらってもいいかもね。でかつホークスもちょっとボグダノビッチ活躍してるのは痛いんだけど、やっぱり現状あの順位で打開するためには、俺正直ボグダノビッチってホークスにとってあんまり相乗効果ないと思ってるんだよね。マレーとヤングの助けになってるかっていうと微妙だから、もう頑張っても出しちゃって逆にトバヤサリスをサポート役に回らせるっていうのはワンチャンありかなと思ってこれにしました。まあ優しい感じでこれについての意見もお待ちしております。最後のね2チーム間が絡むトレードの前にキャバリアーズの今の現状からお話しさせていただくと、キャバリアーズの欲しい選手像からですね、これも本当に俺ピンポイントだと思ってて、もうキャブズってぶっちゃけポイントガード、シューティングガード、パワーフォワード、センターっていうのはがっちり固まってるわけよ。ダリウス・ガーランド、ドノバン・ミッチルで一つ飛ばしてエヴァン・モーブリ、ジャレット・アレンとっていうなると、もう3番さえ手に入ればめちゃめちゃ強くなると思うよね。冒頭でも言った通り、これからイーストのあの他の3チーム、強い3チームに勝つためにはここを絶対に補強しないと、今シーズンは、まあ、正直プレーオフ2回戦止まりのチームだと思ってます。めちゃめちゃ今強いんだけどね。ってところで、そんなに得点力なくてもいいから3番ポジション、ディフェンスの計算できる3番ポジションは手に入ればいいかな。まあ3入るとなおいいよねっていう感じで、課題点としては、あの別にそんなになくて、あんまりその契約のすごい残ってて重たい選手、不良再建化してる選手っていうのがいないのね。まあ、強いて言うならケビン・ラブなんだけど、彼も今年で契約切れるし、カリス・レバートも正直金額に見合った活躍はできてないけど、今年で契約が切れるから今年無理に出す必要は全くないっていう感じなんだよね。さっき言った選手像さえ叶えられれば、アセットとして機能できる選手を出すっていうだけの感じになります。本当に現状チームとして困ってることはあんまりない。モーブリの契約もまた再来年の話になるから、そこまで今はキャップスペースを空ける必要もないって感じかな。っていう感じでいきましょう。最初はシンプルなやつからこちらですね。サンズからジェイ・クラウドをいただくっていう。まあクラウダーがどういう選手かっていうのはもう散々他のトレード案で話してるんで省くんですけど、まあクラウダーもう昔レブロンのいた時とかにキャブズにいたこともあって、全然フィットできる選手ではあるよっていうね。チーム的には全然違うけど、まあそもそもクラウダーって選手どのチームにいても邪魔にならないっていうので、今の理想の3番を埋めるにはふさわしい選手なんじゃないかなっていう。でサンズに挙げる選手が、これキャブスファン嫌がると思うんだよね、オコロ出すっていうのは。ただね、オコロってさ、これからオールスターには絶対ならないような選手だし、やっぱりこう外のシュートの確率の改善っていうのが、まあ厳しいんじゃないかなと思って、まあクラウダに変えれるんだったらここで見切りつけるのもありかなっていう感じです。でディラミンドラは正直サラリー合わせっていう感じかな。でかつサンズは、まあ正直オコロがさめちゃめちゃいる状態かっていうと違うわけ。この間八村のトレード断ったって報道出た時もスタメン選手が欲しいみたいな感じだったけど、まあ1巡目しっついてくんだったら別にいいんじゃないっていう感じだよね。っていう感じで1巡目渡しております。はい、こんなシンプルな感じで次行きましょう。でお次はこちらですね、クズマを取りに行くって感じですね。まあクズマももう説明しない、さっき言ったクラウダの上位互換だと思ってください。でウィザーズ目線で言うと、まあ、ルビオをねちょっと出すのはキャブズ的には痛いんだけど、まあそもそもクズマを取りに行くっていう、現状勝ちに行くっていう手段を取ってるから、まだ怪我から復帰できないルビオを出すっていうのと、まあオコロはさっき言った理由でクズマに代わる選手を出してあげるっていう感じかな。で1巡目を引っつけることでよりクズマの価値を高いよねっていう感じを示してるっていう感じです。まあウィザーズ的には正直クズマを1巡目指名権に変えられたらいいよねっていうところと、オコロっていうまだ若い選手を抱えておくことで来年以降勝負に行けるんじゃないかなっていうのと、今なかなかウィザーズもポイントガードポジションが弱いんだよね。モンテモリスがディフェンス弱いとか、デロンライト戻ってきて若干調子はいいけど、やっぱ彼もスタメン級じゃないっていうところでルビオを抱えておくっていうことは、まあビール体制継続していくにはいいんじゃないかなっていう感じですね。でオコロもさ、今八村とさアブディアとかさいるじゃん、結構タイプ違うタイプだから並べても面白いんじゃないかなと思います。はい、最後2チーム間のトレードですね。正直ねこの最後のトレードって他のトレード案だと一番でかいやつに変えてたんだけど、まあ最後はちょっとシンプルになります。2チーム間絡めたかったねこんな感じにしてるんですけど、キャバリアーズ目線で言うと、まあトバイアス・ハリスだったら3番絶妙にいい感じでしょ。さすがにねオコロ、オスマン、ラマー・スティーブンスよりかは活躍してくれるとは思うんで、ハリスめちゃめちゃいい感じっていうのと、シクサーズ的にはねケビン・ラブ、リッキー・ルビオっていう、まあ、即戦力のベテランですよね。でやっぱラブが今年契約切れるから、まあダメだったら来年契約してもいいけどだいぶ安く契約できるよっていうのと、多少ハーデンの負担減らしたりとかするためにルビオを第3ポイントガードに使うっていうのは全然ありなんじゃないかなと思います。これは結構ねシクサーズ寄りのトレードかなとも思っちゃうんで、キャバリアーズはまあ1巡目指名権出すのもありなんじゃないかなと私的には思っております。すいません、最後ちょっとシンプルだったんですけど、本当にねハリス出すのがめちゃめちゃむずいから、これ許してほしいです。編集中クゾです。なんと今シーズン初トレードが先ほど起きたようです。セルティックスのノア・ボンレイがスパーズに金銭か、まあ2巡目指名権もついてるって噂があるんですけど、トレードが成立したっぽいです。でスパーズはロスターが15人埋まっちゃってたんで、ゴーギージェンを解雇して空きを作ってボンレイを獲得するっていうトレードなんですけど、うん、クソどうでもいいね、なんか全然これで体勢は動かない。
まあ、もしかしたらなんかセレティックスがロスターに空きを作って誰かを取るっていう前触れの可能性もあるんだけど、ヤコブ・ポートルがねセレティックスに行くかもみたいな話もあったから、だったらもしそれが実現するんだったらこのトレードにポートルが加えられてる可能性があるから、多分ポートルのセレティックス行くがおそらくなくなったんじゃないかなという予想ができるかなと思います。まあこれぐらいじゃね何も動かないんで、とりあえず動いたよってところです。はい、引き続き動向注目していきましょう。はい、いかがだったでしょうか。結構ねこのトレード案動画っていうのも7本目っていうこともあって、あの被るトレードやっちゃダメだから苦しくはなってきてます。お許しください。トバイアス・ハリスはね本当にやんの難しかった。みんなもちょっとトレードマシンでやってみて。いやそんなことねえだろうって思うかもしれないけど、ハリスはマジで出せないわ。でキャバリアーズもね、ちょっと今さっきの音声と今の音声時系列違うんだけど、今日71得点ドノバン・ミッチェルが取ったっていうところで、まあもしかしたら突き抜けられる可能性もあるけど、やっぱ3番取ったときは盤石だよね。もしかしたらカンファレンスファイナルとかね、それで狙える位置に行けるかもしれないから動くべきかなと僕は思っております。って感じですね。本日のレーダーいかがだったでしょうか。お聞きくださりありがとうございます。で次回以降もね、チャンネル次回以降もね高評価とか再生回数回してくださればやろうかなと思ってるんで、コメント欄とかでリクエストとかぜひお待ちしております。それではありがとうございました。失礼します。最近 TikTok と Twitter と Instagram も開設したので、よかったらフォローお願いします。ではバイバイ。